法文社アニプレックス。キラがよく来たのじゃ。挨拶代わりに人撫でしてもよいぞ。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。お、なんだ。デスクワークだからって舐めないでください。海子、私はガーデン演技3ピース、よろしく頼むぞ。演技3ピース、遠藤彩さんなんだ。誰だろう。演技3ピースっていうキャラクターがいるんですよ。初めて聞いた。さあ来週ですね、いよいよイベントは来週に、来週リアルイベントが、ゲームのイベントじゃなくてリアルのイベントが来週迫ってまいりました。いや、現地に行きます。楽しみですね。その前日、長野県の諏訪市で温泉娘の、イベントがあって、それに参加してから東京に行って、楽しんでまいります。本当に2日間楽しみな。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。イベントになりそうです。15,000か。トレーニング。今日も頑張りましょうね。どんな結果でもよく頑張ってるわね。元気に張り切って行きましょうか。どうも通信の調子がいまいち良くない。日焼けの後お風呂に入るのって気合がいる。そういうとこありますよね。ちょっと忙しくて。あなたに預かっちゃったね。アマンさんの従業員にならない？お金もゲットです。さらに、すごいな。お金の獲得枚数450万ですよ今。さあ、豊かの弟子入り志願ですね。豊かってなんだろう。なんだ、全部一緒です。こういうことか。それをオートで。ええ。豊かは完璧なので。どうしなんでしょうね。ということで、豊かの弟子入り神がいろいろ物騒なアイテムありますが、それをお店に持っていくと、まあ報酬がもらえるってことですね。それでは向かうとしましょう。なんかすごいな、サバゲーズ、サバゲー中の人の森永、千歳さんも
なんかそういうエーペックスとか。格闘オンラインゲームが好きだっていう風に。杉田智和のアニエア・ドゥドゥーンかなで言ってたあれですよね。まあ、合ってるよ、悪やと思います。待っていてくれ。誰なんでしょうね、この、もう片方がわからない。Aチャンネルのキャラクターかな。うまくいかないか。なるほど。嬉しいものですね。なったりかなったり。困りましたね。サバゲーか。うわーい。豊か。そうですかね。2チャンネルをキャッターですね。ミポリン、ミポリンです。そういえば、そうね、吉本の人はもう何歳なんだろうな。吉本のミポリンは、わーい、あれでも30年近く前じゃないの。新喜劇ってもっと、本当はもっと前からやってたし、新喜劇はミポリンですってネタをやり出す前からやってたはずだから。中間美穂が出てきたんが、そう、中間美穂なんですよね、ミポリンって。そっちじゃない中間美穂が、ワクワクさせたい中間美穂が出てきたのは86年ぐらいですから、85、6年かな。その頃にはもう、ええ、吉本の中山さんいたと思うんですよね。お、弟子にしてほしい。石をもらいました。では行こう、待っていてくれ。フィナーのトレードです。なんか聞こう、待っていってくれって、ひかささんみたい。うん、違うな。また来い。また恋がいいですよね、可愛く暖かくて。では行こう、待っていてくれ。金ですね、金、陽属性。行ってみましょう。もうちょっとなんですよね。ウミコが使える、ウミコ使ってみましょう。準備はいいですね。困りましたね。さあ困りますよね、ウミコ。美穂大怒り。外堀を埋めていくパターンですよね。ありですね。豊か、おめでとうございます。そんな。本当は森永さんすごくロリ声。わーい。庶民三部へ出てきた時なんかすごく
ボイスチェンジャーよろしいですか。ヘリウム吸ったような声で出てきてかなり衝撃的だったんですけど、それだけじゃダメなみたいで、こういう声もやってますね。そう、角間愛さんとなんか共通してるんじゃないでしょうかね。ねえねえ、うんうん、ありがとうございます。まあいいのでは。そうかと、あの後輩世代なのか。バトル相手になるわ。すごいな、全然。ね、もうちょっと。そこです。さあ、アズニャ。この時のために練習したんですから。行きます。アズニャ。ここで落ちるかどうか。クロマ生きてます。大丈夫でしたね。4万8000はすごい。やったー、勝ちましたよ。相手が弱いからっていうのもあるんでしょうね。では行こう。待っていてくれ。さあ、正しい打ち方やっていきたいと思います。青ですね。行ってみましょう。A チャンネル豊かです。これもバリスタになるための修行です。うち負けへんもん。簡単に倒しちゃいます。本当にスキルの使いどころがないんですよね。で、少し待ってて。地のに移ってくる。こうしてできました。さあ、ここ前回落ちた場所なのが落ちなかった。どうぞ。勝ててよかったです。クロームは落としてないんですけどね。さっきもクロームでネット見てたし、このアンドロイドの、そう、直前に OS の OS というか、これ全方ASUS の Zenfone 5G なんですが、ファームウェアみたいなアップデートが入ったユーティリティかな、それで上がって、上げたばっかりなんですが、もしかしたらそれで安定性が上がったのかもしれません。落ちてないですね、今もまだ。どうしたんだろう。シャーク、泣いてます。私泣いてます。まったく困りましたね。戦場、よろしいですか。了解であります。うん、泣いてます。まったく。サバゲーですね。
わざ。通れた。では行こう。待っていてくれ。第4節。今回は5節まで、やりたいと思います。準備運動。どうも。ソリーさん。わーい。なんですと？違うわよ。にひひ。ねえねえ。お、夢食いメリーまで登場ですね。マス女。おい。目がすごい、目の上がり方が。ああ、まさにです。違うわよ。いや、うわーい。何でもあり。うんうん。ねえねえ。優しい。それなら。すごい。鋭い。しかし。しかしが続く。はあ。いや、どうした？お、弟子希望、弟子入り希望。出発しよう。第5節は第二の師匠ですね。第二の師匠って何だろう。このまま行ってみよう。出発ですね。よろしく。ですが。そうだね。はい、こうじゃないですか。豊かは完璧なので。にひひ。そうなのか。立派だな。嬉しいです。行きますよ。なんのこれ式来たら。とどめさせなくなりましたね。回復系じゃなかったっけ。いや、回復系じゃないんだよな、これが。まさかの集団攻撃系。私にできることなら。
いいですね。あ、今回は倒しちゃった。1万ってノーマルに出しただけでも皆さんのおかげで知能強い。どうしたんだろう。よし、特訓中ですね。いや、よし、うぐ、ところでそうか、うぐ、出発しよう。ということで、ここまでとしたいと思います。また次回お楽しみに。チャンネル登録高評価をお願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。